肩甲骨の運動です。このエクササイズは肩甲骨を柔らかくします。ポイントは指先の力を抜くことです。それでは実際行ってみましょう。レッツポワコン。両手を天井に向かってゆっくりと持ち上げていきます。手の位置はおへその真上ぐらいに来るようにやや斜めの方向、そのまま指先が天井に向かって引っ張られていくように腕を伸ばしていきます。肩の力を抜きゆっくりと下へ下ろします。この動きを繰り返していきましょう。指先や肘の力は抜き、肩甲骨がボールから離れていったり、肩甲骨がボールに沈むような感覚を感じます。はい、それでは手をゆっくりと下ろし、基本の姿勢へ戻りましょう。